二人で行った横丁の風呂屋、一緒に手を握っていたのに、いつも私が待たされた。荒い闇が芯まで見えて、小さな聖剣カタカタだった。あなたは私の体を抱いて、冷たい熱で言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。あなたはもう捨てたのかしら、24色のクレバス買って、あなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの。窓の下には神奈川